さあ、というわけで来ましたね、新キャラ旦那でございます。ああ、アーマーか。そっか、新案は黒アーマーだったからな。行ってみたいと思います。難しくないといいなまあ難しいか。彼女はどこだ？私は夢でも見ているのか？そっか、最初は二部屋か。属性は風？いや、風属性取得できるってことは炎属性かな、今回は。うん、炎属性縛りみたいですね。自由、身を焼くほどに眩しい言葉だ。形を変えて何度も何度も私たちの心は引き裂かれるんだな。私たちをつなぐものが呪いであろうと、その運命に感謝しよう。誰であろうと、私たちの心だけは奪えない。希望はついえた。残りは絶望だけだ。騙されていたんだ。世界に、彼女の、この命は無価値。私は無意。ただ、彼女を愛しただけだ。まだ見てないから、あれだけど。すごい複雑そうだな、ストーリー。めっちゃ大丈夫そうだな。うん、この残酷な世界で君だけが全てだ。自由、というわけでノーマルはクリアできました。今回はあれですね、まあ、火炎属性ですか。あれがきついですね。純粋な炎の
回復要因が、あれですね、霊服の、あれですね、嫁はんしかいないんで、まあ、杖持たせてやってんすけど、後半がちょっと怖いな。これでどこまでいけるかって感じかな。まあ、防御上げとかのやつがいれば、まあ、とりあえずって感じかな。といったところで。じゃあ、例により、ベリハまでクリアしたら、ストーリー見て終わるかなと思います。これデザインいいよな。美しいが、寂しい。不思議な場所だ。どうすれば出られるのだろう。彼女もどこかで迷っているのだろうか。少し疲れたな。というわけで、ハード今んとことりあえずミスなしっていうか、まあこんぐらいまでくればまあある程度は、ベリーハードか。ベリーハードの最後の方がちょっとあれかなって感じですけど、やっていきましょう。ずっと決められた人生を歩んできた。誰かの思惑通りに生かされていることなど知りもせずに、大層な幸福など望んでいない。求めるのはただ彼女だけだ。自らのために生きる、それが私たちの選択だ。生きることが苦しくとも歩みを止めることはしない。よし、なんとかここまで来れたんですけど、かなりきつかったっすね、前のステージ。回復いなすぎてな。とりあえず、前半は結構いけそうなんで、後半、ちょっと、あれっすね、防御系に回して頑張りたいと思います。さてと、どうなるかな。行こう。縛りは大したことないんだよな。まあ、てか回復がね、嫁はんしかいないんで他がな、回復ってかあれか、攻撃ダウンか。あれ、炎系の回復俺んとこいない。てかいたって、炎系の回復。礼服の嫁はんマジで強いからな。杖とも相性いいし、この杖が強いからなんとかなってる感あるけど、なかったら相当きつかっただろうな。あとだってこの系の回復って、全体回復プラス防御上げしかないから、これがやっぱ一番やりやすいっすよ。さすがに本地でいけるかな。レマニアも火力かなりあるし、
これは面倒だな。最終戦だけはな、やっぱある程度強いやつがいれば、ベリガンはやっぱでも3つ目とか4つ目の扉が、そう、なんかその辺が不安だったから、先に3と4を4と2、1でやってきました、ね、すげえ楽だった。するとなんか必要なやつを結構先に使っちゃわないでいけるから、よし、いったぜ。やった、今回もきつい戦いだった。終わりゆく世界の中にも幸せはある。私と彼女の存在がそれを証明したんだ。おっしゃ、天命もいけんのかな。あー、そっか、これはあれだもんな。あー、というわけで、ストーリーを見て終わりますかね今回は。まあでもこの夫婦のさ、話は基本的に切ねえ話が多いからな。うん、ちょっとお手柔らかに頼みたいとこっすね